はい、皆さんこんにちは。本日はこちらの千葉工業大学の問題を使います。概要欄に問題と回答の PDF 貼り付けておきますので、がっつり勉強したい人は問題を解いてから解説を聞くようにしてください。はい、今回は、X を正の実数として、ラージフ f こちらの式を考えていくよと。はい、まずラージフ f このように変形してください。ということで、与えられたラージフ f 整頓していくと、はい、とりあえず、カッコ展開するとこの形。変形したい式の形考えてあげると、 赤色の部分をマイナス7でくくってあげると、この形となり、X 含む青色の部分、こちら2乗足す2乗の形ですので、2乗足す2乗は足したものの2乗引く2倍のかけたものという形に変形することができて、あとは定数の部分計算してあげると、はい、こちら。これが IU の答え。はい、続きまして、LargeX の取り得る値の範囲、求めてくださいという感じで、はい、LargeX は何かというと、はい、今変形したこの括弧の中身、X 足す X 分の2。 x たす x 分の2ですけれども、x と x 分の2かけるとちょうど small x 消えるような形で嬉しい形なので、このような形が出てきたら、相加相乗平均の利用を思い浮かべてあげましょう。今回問題で、x は正の実数というふうに与えられてますので、x は正より x 分の2も正。ということで、相加相乗平均の関係式かけることが許されて、足したものは2倍のルートの中でかけたもの以上だよ。 ルートの中身は x が約分されて右辺2ルート2という形となるので largex は2ルート2以上こちらが見えてきます。相加相乗平均の関係式使ったら統合成立条件こちらを考えるように草をつけておきましょう。はい今回で言うと x と x 分の2が等しいとき両者が等しいときが統合成立でなおかつ今回2ルート2になるときということなのでイコール2ルート2こちらの式まで準備するとこの連立をしてあげれば x 簡単に求めることができます。 x 分の2を消去してあげる形で解くと x イコールルート2。はい、ということで x がルート2のとき2ルート2になるよということも確認取れたので、はい、取り入れる値の範囲は lar x、largex2 ルート2以上、こちらが aO の答え。はい、最後に largef イコール0を満たすような smallx 求めてくださいという問題です。今の話の流れから largef、このような形に変形したんですけれども、括弧の中身が largex。置き換えてあげると、 簡単に因数分解でききる形となってきますラージ x=6、ラージ x=1。今はイコール0ときたいのでイコール0を考えるとラージ x=6 イコール6と1これが見えてくるんですが、はい、先ほどラージ x は2ルート2以上という形となったので、はい、満たすのはラージ x=6 イコール6こちらのみ、はい。ラージ x を元に戻すと x+x 分の2ですからあとはこれを払って整頓して smallx 解いていくと答えとなってきます。 はい、払うと、small x に関する二次方程式得られて、解の公式使っておいてもいいんですけれども、今回、簡単に x 含むところ、平方完成することができ、定数移行して、二乗を取るためにプラマイルートをかけてあげた方が、計算としてはスマートかなと思います。はい、3プラマイルートなら見えてきて、ともに条件 x が正、これを満たすので、こちらが各キーの答え。はい、ということで、今回、誘導も丁寧で、標準的な内容だったりするので、 詰まったところがあれば、しっかり復習しておきましょう。はい、そうしましたら本日以上です。次回ですけれどもこちら、京都産業大学の問題を使います。概要欄に問題の PDF 貼り付けておきますので、もしよかったら問題を解いて、次の動画待つようにしてください。それでは本日以上です。ありがとうございます。